はいどうも、皆さんこんにちは、モッティです。ということで、妖怪ウォッチ2の実況プレイ、さあやっていきましょう。だんだん坂にやってまいりました。ということでですね、まあ、今回からですね、まあ、前回、妖怪ウォッチのですね、ガチャを引きまして、まあ、S ランク妖怪3匹、で、プラス A ランク妖怪1匹、ゲットしましたから、ちょっとそのキャラクターはちょいちょいね、場面ごとに使っていこうかなというふうに思ってるんですが、何ですか、いきなり、ご用ださん。君が持っているのは妖怪ウォッチ。では、君も妖怪に見えるかね。あ、そうですけど。そうか。では、迷いはない。君を今から、今日から、妖怪捜査官に任命する。またこれ始まったの？妖怪不祥事案件による指名手配された妖怪たちを逮捕する。それが我々妖怪捜査官の使命なのである。いや、いきなり言われてもよくわかんないですけど。妖怪を逮捕するにはご褒美があるぞ。あー、ぜひともやらせてください。いやー、勝手に決めないでよ。なーに、それほど難しい仕事ではない。街中に逃げる妖怪を見つけたら捕まえて力ずくで逮捕するだけだ。このアプリを使ってみろ。あ。ははははは。かわいそうなジバニャン。どうしよう、ジバニャンを手持ちに入れられない。そのアプリを使えば街にはびこる凶悪な指名手配妖怪ども。いつでもどこでもチェックすることができる。指名手配妖怪だったの、ジバニャンって。なんか大変そう。行き詰まったら近くの広場の公園に来るといい。俺が手作りの立派な交番が。それではパトロールに戻ろう。この街の安全はこの俺の両腕にかかってるからな。いるよね、こういう意識高い系町内見回りおじさんね。めんどくさいから関わるのやめましょう。さあ、ということで、時計の調子堂にやってきました。あ？外出中？なんで？どっか行っちゃったの？あ。え？それじゃあ、そうだよね。強化できないですよね。妖怪ウォッチを強化するために、まあ、ここに来たわけですから。おばあちゃん。どうした、おばあちゃん。あら、もしかして、調子堂のお客さん？はい、そうです。うん、でも閉まってるんですよね。調子堂のおじいちゃんならさっき、さすらいそうで、大家と話してた。ああ、さすらいそう。はい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 。ひとまずさすらいそうに行ってみましょう。うん。ありがとう、おばちゃん。調子いいね。もう、調子よくこういうところにね、おばちゃん出てきますからね。ありがたい限り。さあ、ということで、じゃあ、調子堂は西なんで、行きましょうか、西まで。なんか若干たらい回しされてる感じが否めないですけどね。まあいいでしょう。はい。ということで、まあちょっと先ほどの話の続きになるんですけども、まあそのさっきのガチャで引いた、S ランク、A ランク妖怪の中から、まあ、今回はですね、こちらの妖怪を使いたいなって思ったらついちゃった。イエイ、何かな？調子堂の天使さんは知りませんか？天使かい？おっしゅーな、さっきまでここにいたんだけどね。確か氷炭池、氷炭池博物館まで行くの？マジで？そういう風ヒルクスにあるグレードの博物館だぜ。じゃあ行ってみましょうか。うん、それがいいと思うよ。大家さん、もしかして妖怪見えるの？もちろんだよ。なんせ僕は妖怪だからね。あ、じゃなくて、妖怪アパート。このさすらいアパートの大家だからね。へえ、ここってそんなアパートなんだ。そうだ、ユーモ、妖怪見えるなら、さすらい層の管理人になってみないかい？管理人？ノーノー、管理人行っても大変なことないもないよ。時々ここに来て、他の町からさすらってきた妖怪に声かけるだけでいいのさ。そういえば、ワンの時にやらなかった、これ。完全にスルーしてた。あ、はい。はい。ルビタアパートね、さすらい層にさすらい妖怪がやってきますと。すれ違い通信で他の町に、の妖怪がまあやってくると。さすらい層に住み着いて、ドアの前に入居中のサインがあれば、まあ妖怪が来てると。いうことでバトルすることができて、見事勝利すれば友達になることがあると。ただし、レアな妖怪や S ランクの妖怪が友達になることはない。ね、あとバトル後にもらえる経験値もいつもの経験値とは違う。たくさんすれ違って妖怪を。ですね。はい。あ、で、なんかもらった。友達ブック。なんかいっぱいアプリもらうけどさ、全然使ってないからさ、ちょっとアプリ会みたいなの作りたいですよね。自分だけのプロフィールを作ってくれるさ。時々、友達ブックを見て、思い出に浸っちゃってよ。はーい。まだあるの？妖怪がやってくることは誰かとすれ違ったってことなんだけど、友達ブックではすれ違った人のプロフィールも記録される。え？ってことは、もしかして、僕が、これすれ違い通信をした状態にして、街中歩いてたら、僕が見つかっちゃうってことなんですか？いやー、ちょっとそれは、厳しいですね。あまり見つかってほしくないんですけど、友達ブックは日々の思い出や自動的に記録できる便利なアプリ、友達のブックに書いたコメントや、マイページの内容はすれ違いの、メダルとか、交換できるんだ。はい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 。まあ、プロフィールね、作っとくと、面白いプロフィールにするとね、なかなか人気も上がりますからね、友達とね。送信しないにしとこう。で、行く、博物館まで行くの？めんどくせえな。こう渡ってこ。めんどくさいっすな。完全にたらい回し会じゃないですか、今日。まあいいですけど、ちょっと行きましょうか、そしたら。はい。
そう、ちょっと走りすぎましたね。はい。っていう感じで、じゃあまたちょっと話また一番最初に戻りますけど、じゃあ今回はどの妖怪を連れてきたかと、いうことですね。まあちょっと気分が変わるまでは、この妖怪を使っていきたいなと思ってるわけなんですが、よいしょ。こちらですね、左下。きらめき。まあ引いた順番にやっていこうかなと思いまして。まあ S ランク妖怪ですから、まあかなり強いんだろうなっていうことをちょっと期待しながら、ちょっと使っていきます。まあもしかしたら、すごいもったいない使い方をしてる可能性も若干否めないんですけど、まあそんなことは気にせずね、楽しくワイワイできたらいいかなと思ってるんで。まあもしなんか、いや、S ランク妖怪はこういう風に育てた方がいいよとか、まあこういう風に使ってったらいいよみたいなことがあったら、ぜひともね、この動画のコメント欄に、コメントしていただきたい。ついでに高評価のね、ボタンポチって押してくれると、ありがたいかなって思ってます。さあ、博物館来ました。なんかたらい回しかやなぁ、ガチャの後のに。博物館どっかにいる。館内回ってテンション探してみましょう。はーい。これさぁ、まあ、一応ワンやってるからさぁ、まあ、引き受けますこれ。どうしてこうなった？どうしてこうなった？何ですか？どうしてこうなったぁ！まあね、博物館なんだから大きな声を出すな、大の大人が。子供の前で取り乱してしまった。なんでもない気にしないでくれた前。なんだよ。子供の方から見つけてくれるかもしれんが。あ、なに？子供が迷子になってるってこと？え？どういうこと？館長。博物館の館長なんだ、この人。じゃあ、余計にダメじゃん。まあ、話聞きましょう。ちょっと長くなりそうですけども。60年前桜町展を見たかい？実は飾る予定だった展示物が足りない。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。企画が面白かったからノリで話を進めてしまって展示物がどこに入手してるか考えなかった。まあ、館長としてさ、それはあかんやつやぞ。ね、君に頼みがある。足りない展示物をなんとか集めてきてほしい。無責任な。自分でやれよ、そんぐらいな、館長だからな。何を、展示物足りないのか特別展見れば分かるはず。特別展は1階と2階の西側の展示室に、開催されていると。集めてきてくれたら、泣いちゃうぞ泣いちゃうぞ可愛いな、この館長。いいキャラしてるじゃないか。決してすぐに集められるもんじゃない。全部集まれば時間かかるから、それでも構わないと。どっかの街で見つけたら持ってきてくれれば、ゆっくり集めてくれたらいいかなと。まあ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 ね、実況シリーズ、この動画もかなりパート何十までいくか分かんないですから、まあそのな、全体通して、まあね、まとめられたらいいかなって感じですよね。はい。じゃあまあこんな感じで、あ！これあれなんじゃないの？ファミリーベーシック？そんな古くない？なんかでもわけ分かんないけどな。スーパースター。何のスーパースター？大女優の衣装。あー、あるある。アイドルの衣装とか置いてある、展示してあるやつでしょ。すごい見ててさ、惚れ惚れするよね。しない？そういうショップとかに行ってさ、わー、めっちゃいいわー、これ着てたわーとか思いながらこうさ、エツにいるのね。うん。やめましょう。はい、館長、久々。久々ー、店主。お前も昔桜町を見たのかい？あー、昔の桜町？なんと違うのか。桜町っていうのは桜ニュータウンの昔の名前さ。ふふん。周りを見てみな。茶舞台に、お茶の間に、ブリギの看板、今じゃ見られなくなったものばかり。あれだね、子供帝国の逆襲みたいなね。大人帝国だな。大人帝国の逆襲だな。実は妖怪を強くしてほしいんだよ。何？ってことはお前、妖怪の姿が見えるのか？うん。驚いた。これで妖怪ウォッチがどうしたって？もっと強い妖怪を見えるようにしてほしいんだ。まあ、S ランク持ってますけど。どうや。機能して、強化してくれってわけか。よし、引き受けよう。このわしが任せておけ。ありがとう、おじさん。じゃあ、早速、調子堂に来てくれ。またーキークエストを解決しよう。何？しかも何？調子堂に行くだけじゃないの？うわ、3つあるキークエスト。あ、なんだ？なんだこれは。公式おじさんの公式ルール。桜町公民館に公式について説明する。公式なおじさんがいるらしいぞ。公式って一体何の話だろう？桜公民館へ行ってみよう。桜公民館っていうのはどこだったっけ？桜公民館。じゃあまあ桜公民館まで行きますか。ちょ、他になんか早いところは。昇天寺にいる妖怪に詳しい和尚さんは、妖怪をガチコーンとできるらしい。でもガチコーンって一体何なんだろう。段々坂の昇天寺。結構遠いですね。ラスト1個か。あ、これ近いじゃん。そよ風ヒルズの、ひょうたん博物館には、大門教授と名乗る謎の女性がいるらしい。資料保管室に行ってみよう。はい。了解了解。よかったら3つ最初に見といて。じゃあ資料保管室行きましょうか。ただ資料保管室っていうのは僕の記憶が正しければなんか鍵が必要だった気がする。ああー、大門教授だ。あ、可愛い。しかも超綺麗。何？ビビ？あなたビビッと来たわ。お？なんだビビって。なんだなんだよ。おじさん邪魔だよ。入ってくんねこの画面の中に。博物館の資料保管庫に来て。そして、その階段の右の奥。そうそう、私が待ってるから急いでね。は、はい。はい。
いいですよ。僕、強引な女性は好きですよ。大好きですよ。ね。そそくさと入っていっちゃう。いやー、そして、あ、なんか奥にもありそうですね、扉がね。よく来てくれたわ。何ですか？博物館の資料保管室なんだけど、今は私の研究ラボとして使わせてもらってる。はぁ、あ。勝手に使っちゃって大丈夫なんですか？不思議な扉、気まぐれで、あ、そうだね。これなんか変な、なかったですよね、ワンの時には。あなたには、その調査に協力してほしい。ちょっとのことはすぐ終わる。まあまあ、なんかよくわかんないけど、まあ、受けますか。1階の大門教室が気まぐれゲートの調査、協力、はい。何をしたらいいの？何をしたらいいの、うん、気まぐれゲートはこの世界にいっぱい存在している。おお、確かに普通は目に見ない。でもこの時計があればあなたにも見えるはず。え、そうなんですか？だからあなたに協力してもらったの。そうなのか。なんかよくわからないなぁ。不思議な扉。扉の中はありえない空間につながっている。あなたにはその中に入ってあるものを取ってきてほしい。なんかボーナスステージみたいな感じ？そう。と言いたいところだけど、実はこのゲートかなり特別でね、まだ開く方法がよくわかってない。さっき途中の博物館の外の壁に普通の気まぐれゲートを見つけたから、そこに入ってゲートボールというものを取ってきてくれない？ゲートボールやるの？ゲートボールを取ってくるってよくわかんないけどね。ゲートボールやるんじゃないの？不思議な玉。ほう、それを取るためにお題があるんだけど、とにかく気まぐれゲートに入ってみればわかると思うと。正面入り口右側の壁にあると。まあ、だいぶ強引ですけど、まあ、とりあえずこれを聞かないとキークエストは始まらなさそうなんで、あ、終わらなさそうなんで、じゃあちょっと行ってみますか。なんか今回たらい回し会ですね。まあ、先へ進んでいけばね、楽しいことがいっぱいあると思いますから。はい。で、どこだ？気まぐれゲートがあるって言ったけど、この辺じゃありません？妖怪ウォッチで、はい、レンズで見てみましょうか。あるのかな？この辺じゃないの？まあ、壁って言ってたから。ん？あー、ありましたね、ありましたね。てーん。さあ、普通のゲートと、さっきのゲートは何が違うんだか。色が違うだけなんじゃないのか？何なんだろう。これが気まぐれゲートですね。確かに資料保管室にあったのとちょっと違う。ゲートボールという球を取ってきてほしい。ゲートボールって実は結構、あれなんですよ。難しいゲームなんですよ。あれ、おじいちゃんおばあちゃんがね、公園でよくやってて、なんだあの簡単なゲームとか思うかもしれないけど、あれ結構ね、実はね、難しいゲームらしいですよ。本当は。なんかちゃんと球をしっかりこのタイミングでパーンと止めないと得点にならないとかそういうのがあるらしいから、結構ね、こう戦略もすごいいいし、あ、なんだここ。圧巻ベーカリーだ。戦の間、バトルで2回勝て。は？どういうこと？雰囲気がちょっと違いますね。ダイモン教授が言っていたありえない空間。しかも変な声聞こえたよね。妖怪を2回倒せ。ダイモン教授がちらっとお題が言ってた、言ってましたね。まあ、つまり、2回妖怪を倒せば、まあ、ゲートボールゲットできると。まあまあまあ、手前にいる、あ、お題は4種類ある。お題によって気まぐれも変わりますと。戦の間がまあ、あれですね。疾走の間がスピード勝負。あ、これ面白そう、疾走の間。修羅の間が強力な妖怪が待ち受けているんで、よっぽど自信がない場合、戦わずに出る。で、奇妙の間は何が起こるかわからない。あ、奇妙の間も楽しみですね。はいはいはい。まあまあまあ、妖怪倒しましょうか。あ、本当にこの2匹しかいないみたいなんで、じゃあサクサクっと倒していきましょう。よし。あ、久々ですね。バカ好き。バカ好き久々ですかね。はい。さあ、ということで、S ランク妖怪の、ちょっと、出番かな？どうだろうな？やってみちゃおうか。その前にまずはジバニャンで、百裂日球を打っていく。まあ、どうせだったらバクで先に眠らせた方が早かったかなって、ちょっと、あ。まあね、S ランクなんて出す必要性ないですよ。ね、もうリーサルウェポンに取っとくから。ね、リーサルウェポン取っときますから、レベルアップ。そうだな。ある程度ちょっとレベルが上がるまでゆっくり育てるっていうのもありかもしれない。経験値分配大事ですからね。よし、もう一匹。なんだ、全然なんかさ、もうちょっとさ、難しいのかなと思ったらボーナスステージなのに。ボーナスステージだったらもうちょっと難しいかなと思ったけど、全然そんなことなかったっぽいですね。なんか普通にそのまんま、こうやって戦ってたら一撃で落ちちゃう。相手もそんな攻撃強くないしな。千葉にはもろ受けですけど。百裂日球！ちょ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 ！サクサク。ちょっと、きらめきの登場シーンはいつになるんだよ。パートいくつだよ？ 7 か8か9か10か？ねえ、ちょっとさ、早くきらめき使いたいんだよ、僕としても。はい、終わり。はい、おしまい。クリアー！よーし、パチパチパチ。パチパチパチ？
お、なんかあれですね。クロノトリガーのゲートみたいね。伝わんないか。なんだこれ、あ、これがゲートボールか。ゲートボール。こんなゲートボール打ったら、すげえ高く売れそう。はい、出まーす。でもさ、圧巻ベーカリーってさ、あそこのベーカリーじゃん。ね。あそこのお店じゃないですか。え、なんなんだろう。うわ、なんじゃここ。ウィスパー大丈夫？はっ、あまりの出来事に放心状態。気まぐれゲートの中はありえない場所が繋がっていました。でも出口もありえない場所に繋がっているみたいですね。うん、びっくりしたよ。まあ、無事にゲートボールも手に入れたし、博物館資料保管庫にいる大門教授のところに行きましょうと。あ、あ、まあ多少あれなんだな。その、ちょっとさ、あ、はてなが、はてながいるけど、まあちょっとスルーしようかな。まあ、とりあえず大門教授に、これゲートボールを届けてって感じですかね。うん。若干やっぱさ、圧巻ベーカリーも下の方向に進んでたじゃないですか。だからそういう方向に出口があるのか。出口から入れたりするのかな？それもちょっと気になるところではありますけど。大門教授！あ、ゲートボールです。どうぞ。はい。じゃあどうぞどうぞ。これで渡さないとか言ったらブチ切れられて、ちょっと押し倒されちゃったり。いやーもう。ポッティ君ありがとう。じゃあ、これ見ててね。何？はめた。4。あー！そういうこと！数字が一つ減りましたね。ということは、つまりドラゴンボールか。わかんのかい。でも、私の長年の研究の結果、この数字が0になった時何かが起こる。まあ、大体予想つくだろう。大体そうだろうよ。わかんねえよ。でも、1とかマイナス1とかあるかもしんないからね。決めた。あなたは正式な助手に任命。助手って結構、給料いいんだろう。知ってるぞ、俺は。街中けめぐり、気まぐれゲートを探し、ゲートボールを収集するの。よし、そう決めたら、長いは無用。とりあえず、この扉に書いてある4つのゲートボールを集めてきて、ゴーゴーゴー！星が強いですね。さあ、という感じでございました。ちなみに、給料は高いけど、ウィッス！ローバージョンだったか。ローテンションバージョンだったか。ちなみに重労働なんであまりおすすめはしません。ね。あ？手加減ベルト。全ステータス超ダウン。は？進化しなくなる。は？え、どっちがいいんだろう。え？いや、手加減ベルトの方がいいんじゃない？なんかこれを相手に押し付けることによって相手のステータスを超ダウンさせるみたいな技があるはず。あ、普通の当たりです。はい。もう一回大当たり見ちゃってるんで、全然つまんないやつですね。はい。力の札入手。まあまあまあいいでしょう。よーし。じゃあ、とりあえずは別のクエストを探しに行きましょう。